だけじゃないなって、魂を持ってる、仲良くなる気はないけど、まあ、気合の入った男でした。ここは少し下がった左、左右、さあ中央に打ち合う、あ、ウリだ、赤ウリタに入りました、以上、2対1です。それでは栗田選手の試合後インタビューを始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。ああ、いや、気持ちく勝ちましたみたいな感じじゃなかったんで、ちょっと自分の中であんま納得いってないけど、でもまあ戦ってる本には分かってるんで、相手の目が完全に途中死んだんで、まあこれが試合じゃなくて喧嘩だったらもう自分の勝ちだったらって分かるんで。今回栗田選手の気迫もすごかったですが、はい、今回の試合をしてみて相手の印象っていうのは変わりましたか。いや、変わんないよ、変わんないけど、口だけじゃないなって、はい、勢いだけで来てるやつと違って、まあ、言うだけの、まあ、魂を持ってるなっていう、人間で魂と魂の勝負になった時に、自分より何メモリ、本当何ミリでも魂が上回ったやつが勝っちゃったりするから、俺はあいつに1ミリでもいいから魂で上回ってないとなっていう気持ちはずっとあったんで、仲良くなる気はないけど、まあ、気合いの入った男でしたね。試合の内容は想定通り、いや全然想定以外ですね。あの、もう本当もっと喧嘩っぽくなるかなと思ったんですけど、思ったより相手が格闘技してきたんで。今回の勝利の喜びを誰に伝えたいですか。まあ、そうですね、まずあの自分の愛する妻と、そしてセコンドに来てくれたワンダーレ、あとは、俺の YouTube チャンネルを見て応援してくれているファンだったり、いつもお世話になっている朝倉兄弟、はい、ですね。最後に、あの試合を終えたばかりなんですけれども、はいはい、今後の目標や展望を教えてください。あ、そうですね、まあ、ちょっと時間空くかもしれないけど、まあ、そのうち参戦またしたいなというのもありますし、もっともっと鍛えて、強くなって、まあ、43になっても44になっても50になっても、まあ、こういう場に出ていけるような、そういうソウルを、持っていたいと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。